今回は鳥取大学医学部脳神経外科渡辺隆教授に手術で治る認知症をテーマにお話しいただきます。渡辺先生は1976年東京大学医学部を卒業の後、東京大学医学部附属病院などを経て、1987年から鳥取大学医学部脳神経外科で主に脳血管障害、脳腫瘍など脳神経外科手術全般を行っています。皆さんも脳の手術と言われますと、大変なことだと思われるかもしれませんけれど、最近の脳神経外科手術の進歩は著しく、かなり安全に手術ができるようになっています。今回は認知症を呈する疾患のうち、手術によって治るものもありますので、そのことを症例を提示しながら説明したいと思います。最初に脳損傷について少しお話します。脳損傷が起こりますと脳機能障害が起こります。損傷が一部の場合は片麻痺とか言語障害とか視力視野障害など一部の症状が出ますけれども、広範囲に障害されてきますと複合した症状や認知症が出てきます。全身の虚血や低酸素脳症などで脳全体が損傷を受けますと、記憶を司る脳、特に海馬といいますけど、が最も障害を受けやすく、記憶力障害が前面に出てきます。左側から見たところなんですけど、こちらが前です。これが前頭葉です。ここが頭頂葉です。でここが後頭葉です。ここが側頭葉です。で前頭葉の一番後ろにこの運動機能を司るエアリアがあります。その後ろに感覚を司る部位があります。ここは運動性言語野で、言葉をしゃべるための中枢です。この橙色の部分が言葉を理解する場所です。で最後のここの一番後ろの後頭葉には、視覚を司る神経があります。症例を提示します。75歳の男性です。毎日焼酎を多飲していました。約2ヶ月前に泥酔して転倒してます。頭部を打撲して、その後普通の生活をしていたのですけど、その約2ヶ月後ですけど、物忘れがひどく、わけのわからないことを言うようになり、精神科の病院に入院しました。入院後右肩麻痺があることが分かり、頭部 CT スキャンを検査しています。これがその時に撮られた CT スキャンです。これは頭を水平にこうカットした断面を下から見ている図になります。それでこちらは正常なんですけれども、こちらがここにあるのが出血です。この黒い部分が出血です。で本当はここのところが真ん中にあるはずなんですけれど、この血腫があるためにこの真ん中がこの辺からこちらへだいぶシフトされてしまっています。局所麻酔にて手術を施工しています。3センチの皮膚切開、1センチ径の骨線鋼を行って、牛乳瓶1本近い赤褐色の液性の血腫が流出しています。手術翌日には右肩麻痺が消失し、10日後には物忘れなども治り退院しました。慢性硬膜下血腫について少しお話します。
アルコールを退院する中高年の男性に起こりやすいものです。ただ、赤ちゃん立ち上がり始めた頃の赤ちゃんにも少し多い傾向があります。比較的軽微な頭部外打撲後 2,3 ヶ月を経て発症することが特徴的な経過です。精神疾患とか脳梗塞と誤診されることが多々あります。脳神経外科で簡単に行える手術であり、ほとんどの場合元の状態に戻る疾患です。で、自然に治癒することもあります。で、軽微な外傷後の数日後に CT を行い硬膜下水腫になった場合、慢性硬膜下血腫になる可能性がありますので注意を要します。あるいはその水腫ができたことによって、ある程度慢性硬膜下血腫になるなという予測ができます。症例を2を提示します。37歳女性です。朝起きてすぐに動くことができず仕事を遅刻をするようになります。病院を受診し軽いうつ病と診断し抗うつ薬の投与を受けたが改善傾向はありませんでした。さらに尿失禁とか軽度左肩麻痺などが現れました。これは脳の MRI です。これが先ほどの水平に切った断面です。これが腫瘍です。約握り拳大の腫瘍です。これは脳を、こう垂直に切った断面を見てます。これがちょうど正中の部分です。ですからちょうどこれが鼻になります。でこれが目のあたりになります。でこれが後頭部です。で腫瘍はここにあります。腫瘍の大きさがかなり大きいことがわかるかと思います。腫瘍摘出術を行いました。腫瘍は非常に大きく出血が多かったので摘出するのに時間がかかり2回の手術が必要でした。2回目の手術から3週間ほどでほとんど認知症が改善して以前の状態に戻りました。腫瘍は良性の髄膜腫でありました。髄膜腫のことをお話しします。発生原因は不明で脳組織の外側に発生するものでほとんどの場合良性の腫瘍であります。点滴すれば治癒することになります。顕微鏡を用いて脳の損傷を最小限にすることで圧迫症状は改善します。髄膜腫は小さな腫瘍ほど手術は容易なので大きくなる前に診断治療することが重要です。この患者さんのようにあそこまで大きくなりますと非常に時間を要することになります。最近は頭部の CT や MRI を検査する機会が増加して症状がない腫瘍が見つかることが多くなっています。しかし必ず合併症もありますので、全ての人に治療をするわけではありません。症例3を提示します。60歳の男性です。2週間前より頭痛を訴え活動が下がり話を理解できなくなっています。さらに右肩麻痺が出現しています。新当院の神経内科を経て脳神経外科を受診しました。頭部 MRI にて多発性脳腫瘍があり肺がんからの転移と診断しました。これが MRI ですけれどもこれが腫瘍です。これがずっと腫瘍です。今の写真を拡大しますとここに2つこれが腫瘍です。でその周りに黒いところがこれが脳浮腫です。で逆側の脳にもう1個腫瘍が見つ
けられます。でこの黒いところが、脳浮腫です。2つの転移性脳腫瘍があったことになります。転移性脳腫瘍は脳の中に発生するんですけれども、境界は比較的明瞭で手術により完全に摘出することが可能です。それでこの患者さんに対しては5センチの大きい方の腫瘍は開頭手術により全摘出しました。一方 2.5 センチ系の腫瘍の方は定位的放射線治療を行いました。これが手術後定位放射線治療後の MRI です。手術により前あったこの部分の腫瘍が摘出されていることが分かります。拡大しますとこの部分の腫瘍は摘出されてますので、なくなっています。こちらの方は定位放射線治療をかけたものですけれども、以前の MRI に比べてこの脳浮腫が軽減されていることが分かります。それによって腫瘍がコントロールされていることが分かります。で定位放射線治療というのはこのぐらい大きさがありますとこの腫瘍が消えてしまうということはありません。この浮腫の程度でコントロールされているか、再増大をしているかを判断します。定位放射線治療といいましてもいろんなシステムが開発されて、早いものでは1日で終わります。長いものでは、1週間から2週間ぐらいかかるのもあります。でこの患者さんの経過ですけれども治療直後より、前期した症状は急速になくなっています。で肺がんは化学療法が行われました。4ヶ月後に脳の他の部位に3個のまた転移が見つかりました。それで再度定位的放射線治療を行いました。頭蓋内の転移性脳腫瘍に対してはコントロールされていたんですけれども結局肺の腫瘍の原発部位の悪化により2年後に患者さんは永眠されました。転移性脳腫瘍についてお話しします。がん患者さんの腫瘍の原発部位の擁護が良くなってきましたので最近は増加する傾向があります。腫瘍の原発部位が発見される前に脳転移の症状で発症することも多いものです。定位放射線治療が可能になってからは脳の転移で亡くなることは以前より減ってきています。この示した患者さんに関しましてももし2個の腫瘍があってこの定期放射線治療ができない状態でしたらおそらく見つかった後 2,3 ヶ月で患者さんは亡くなっていたはずです。で早期に診断治療すること、治療後も定期的に画像を検査することが必要です。症例4を提示します。58歳の女性です。突然頭痛を訴え意識を消失しています。救急車で当院に来院されています。来院時意識は開眼するまでに改善していましたが両下肢の麻痺が見られました。これがくも膜下出血の CT を表しています。こういう白いところが出血です。この白いところがこういうものが出血です。この白いのはこれが出血です。本来ならば出血がなければここは黒く映るはずです。これがくも膜下出血の CT スキャンです。これは頸動脈撮影です。ここに動脈瘤があることが分かります。といってもこれは普通の動脈瘤とちょっと違ってこの動脈全体がこう膨らんでいるのが分かります。これが普通の
正常な太さです。手術をしました。検査後直ちに解凍し、顕微鏡を用いて動脈瘤に対して治療を行いました。この場合、血管そのものが膨れていたので、膨らみの両側にクリップをかけました。これが術後の血管撮影です。ここにうっすらクリップがかかっているのは、これが1個目で、こちらにもう1個のクリップがかかっているのが分かります。ちょうどですから前にはここに膨らみがあったんですね。で、その膨らみがなくなっていることが分かります。こうすることによって再出血することが阻止されました。手術後の経過です。手術直後より意識は清明となりました。両下肢の麻痺は約2週間後で消失し、1ヶ月後に退院しました。異常がないと思われたのですが、元の仕事に戻れないとの訴えがありました。高次脳機能検査をして、IQ、記憶力は正常をはるかに勝っていたんですけれども、物事を統合する能力が劣っていることが分かりました。手術後の経過です。この方の神経心理テストを行ったわけですけれども、その結果をお話ししますと、結局自分の障害された脳の機能が客観的に評価されたことになり、それを理解したことによってその障害を自分なりに対処できるようになったそうです。くも膜下出血全般に関してお話しします。発生は10万人中20から30人です。高齢者により多く発生します。昔は40歳代50歳代の病気と言われていましたけれども、高齢化に伴い最近では70歳80歳代の方のくも膜下出血が最多になっています。原因は脳動脈瘤破裂です。再出血予防が治療の目的になります。脳動脈瘤は100人中2、3人が保有していると言われています。くも膜下出血の予後ですけれども、その時の出血量、発症時の状態に比例します。大きく言いますと、くも膜下出血になりますと、50% の方は亡くなります。 20% の方は後遺障害を残します。例えば、植物状態になったり肩麻痺を残したり認知症を呈したりするということです。で、30% の方は元の状態に戻れるというんですけれども、うちで調べた結果はその半数の方に軽い認知症があることが分かっています。で、高齢者ほど予後は悪く、70歳以上では3分の2の患者さんは亡くなられてしまいます。くも膜下出血の危険因子です。喫煙は喫煙していない人の 1.9 倍です。高血圧は高血圧のない人の 2.8 倍です。飲酒している人は飲酒してない人の 4.7 倍です。その飲酒というのは週 150g 以上のアルコールです。それをビールに換算しますと毎日 500cc ぐらいになります。で、遺伝性の疾患もありますけれども、一番身近なものとしては、自分の親あるいは自分の子供さんにくも膜下出血患者さんがいる場合は、そうでない人の3から7倍になります。
未破裂の動脈瘤の治療に関してお話しします。予後は今お話ししましたように非常に悪いので、動脈瘤が見つかった時点で破裂する前に治療をするということが勧められています。最近では脳ドック、脳梗塞などのための検査で未破裂の脳動脈瘤が頻回に発見されるようになっています。で、未破裂脳動脈瘤の治療の適用としましては、5ミリ径以上の大きさの動脈瘤と10年から15年以上の余命があるときに適用になります。男性では77歳以下、女性では81歳以下の方が10年以上の余命があることが統計的に分かっています。未破裂脳動脈瘤の治療ですけれども、治療には手術による脳動脈瘤クリッピングと血管の中から動脈瘤内にコイルを充填する2つの方法があります。大まかに言いますと 85% から 95% はうまくいくんですけれども、 5% から 15% ぐらいの合併症が発生します。例えば肩麻痺とか認知症とか、それから最悪の場合は亡くなる場合もあります。この丸いのが、これが脳動脈瘤です。それで今この脳動脈瘤に対してクリップ、これがクリップなんですね。クリップをして潰されているところなんです。ですからこの脳動脈瘤は破裂する可能性がありません。これが外科的治療です。コイルを入れるというのは、こういうコイルなんですね。これは非常に柔らかくて、中に入るとこうやってくるくるこう回るようになります。でこのコイルを、カテーテルをずっと頭の中のその動脈瘤まで進めていって、でここからコイルを出します。そうするとコイルを出しますと、その中にぐるぐる、ここで示されているようにくる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 こう回って入っていきます。それで、この通電、電気で通電すると、このちょうど出たところで、このコイルが離脱することになります。で1本では少ないので、2本3本とこういうコイルを入れていきますと、もうこの中に血液が入ることがなくなり、動脈瘤が破裂することがなくなるわけです。これが、コイル塞栓術です。正常圧水筒症についてお話しします。正常圧水筒症はくも膜下出血後のものと特発性のものがあります。特発性というのは原因不明のものということになります。で3つの症状があります。認知症、それから歩行障害、これは麻痺がないのに、腰に力が入らなくて歩けないという状態です。あともう一つは尿失禁です。そしてこれらの症状に関してはシャントがうまく機能をしますと、この3つとも、なくなります。症例5を提示します。52歳の男性です。突然の意識消失で発症したくも膜下出血です。左側の内頚動脈瘤で動脈瘤頸部クリッピング術を施行しています。手術後2週間してほぼ意識も生命に回復したんですけれども、3週間後に嵌頭式障害、尿失禁が出現しました。正常圧水筒症と診断して脳室腹腔シャント術を施行しています。シャント術後意識は生命となり、尿失禁も消失しました。これが術前の CT スキャンです。これは拡大したものです。
これが脳室です。これが脳室です。この脳室の大きさが少し大きくなっているのが分かります。そしてさらにここのところにこういう少し黒いくなっているところが、これが特徴的な水頭症の所見です。シャント術後の CT をこれは拡大したものです。この黒い部分の脳室が先ほどの術前の脳室の大きさに比べてはるかに小さくなっていることが分かります。そしてこれがここから挿入したチューブです。このチューブが結局はお腹の中に入って、この水をお腹の中に流していることになります。お話ししましたように、認知症の中にはこのように手術をすることによって治るものもあります。ただ一般的な認知症に関しましては、これは神経内科あるいは精神科の先生たちが見ていますように、治すことは非常に難しいものです。でもこのように脳腫瘍とか慢性硬膜下血腫のように手術によって治るものがありますので、もしあなた自身あるいは周囲の方にそういう認知症状を呈する方がいましたら、少しでも早く脳の CT スキャンあるいは脳の MRI をの検査を受けることをお勧めします。この治療は早ければ早いほど認知障害が進むことが阻まれますし、いいところに回復もします。鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会のホームページでは、あなたの保健医学講座をはじめ、さまざまな番組がご覧いただけます。鳥取県民チャンネルで検索してください。また、皆様からのご意見、ご感想をお寄せください。番組作りの参考にさせていただきます。